これは、ひょっとしたら彼女が、あ、ココちゃん、そんなことはないよ。私は今も、この瞬間だって、ココちゃんを信じてるもん。聞きましたか、ココネさん。忍。あなたがやってきた結果がここに出てるんだよ。ココちゃん、私はあなたのことをよく知ってるの。先生みたいな暴走界の暗黒に あなたは負けたりしない。忍。でも胸が苦しくてもう何も。宇上さん。みっともねえ、いつまでメソメソし、いつまでもメソメソしてんじゃねえ。湯上健一、これ助けてくれてんのか、ひょっとして。おめえさんを待ってる奴がいるんだろ。そのために死ぬほど勉強したんだろ。こんなところで終わっていいのかい。そいつを、がっかりさせるんじゃねえ。私。うわぁ、無駄だ。すべては無駄なのだ。暗黒が喋んじゃねえよ。証拠などありはしない。楽しく明るい暗黒時代。バカか。手段を選ばぬバカ教えの前に、頭を垂れよ。服従せよ。大丈夫だ。大丈夫だよ、ひづきさん。あんな奴に、真実は負けたりしない。先輩。でもどうしたら？いいかい。もう一度落ち着いて事件を振り返ってみるんだ。真実があるのならば、きっとたどり着くことができる。ひづきさんさあ、笑顔だよ。ここで笑顔。弁護士はピンチの時ほどふてぶてしく笑うだろう。だろ。みんな。みんな、ありがとう。もう、大丈夫。そう、弁護士はピンチの時ほどふてぶてしく笑う。戻ったね。笑ってみせますとも。レッツドゥディス。殺害現場は美術室ではなく、発見現場と同じステージだった。そして、縛られた跡っぽいのがあったんだよね。そして別の場所に置かれた死体をステージに戻す時間なんてなかった。それなら事件発覚まで死体はステージのどこかに隠されていたはず。よし、まずはこの前提に立って考えてみよう。だとすると、一路先生はいつ死体を隠し場所から出したんだろう。鍵になるのは死体発見直前の一路先生の行動。まあ、録音を聞かせてたってことは、先生は工作によってアリバイを作り出した時間中に、そうだね、その時間にやったんだろうね。隠してた死体を見えるところに出してきた。それなら先生が隠し場所から死体を出したタイミングは、模擬裁判中だよね。模擬裁判中。そしてその中でも、特にこの時間に限られる。まあ、忍がいない。演説してる時。まあ、演説してる時だよな。演説は10分35秒。その間に先生は見える場所に死体を出した。そしてもう一つ、先生がステージへ移動させたものが、女神像だね。女神像だけど、一路先生は模擬裁判中に、講義に包んだ女神像を、美術室からステージに滑らせ音を出した。これで死体を発見させるとともに、現場が美術室であると思わせることができた。死体はどこなんだろうね。ステージには死体を隠せるようなスペースはなかった。本当にそうなのかな。いや、そんなはずはない。もしかして、完成しているはずのものが完成していなかった。ああ、なるほど。だから像にさ、だからその、森泉さんは帰るときにもう像が完成しているのを見てると。で、白い布がかぶせられてて、だから、白い布がかぶせられていたら、死体がそこにあってもバレないんじゃないかと。そこに隠してたのか。何かで覆い隠され、ステージにあってもおかしくないものとして偽装されていたなら。そっ
本に死体が隠されていても誰も死体だとは思わない。なるほど。試験前にステージね、ちょっと待って、違うか。試験前にステージにあってステージを隠すことができた。オブジェかな。どっちだこれ。これかこれだと思う。じゃあオブジェ。そう、なるほどぞ。本当は完成してなんかいなかった。だからそんなね、言ってたけど、父親も言ってたけど、そんな短時間では完成させることはできないから。死体に布をかけて縛り、中を見られないようにして、完成したように見せかけただけだったんだ。そういうことですね。その証拠に破片なんかないわけだもんね。父親ちゃんが断念したオブジェを一郎先生は一晩で作り上げました。はあ、大したものですね。いいえ、私はとても褒める気にはなりません。あろうことか死体を偽装して作ったオブジェなんかではね。はい？どういうことでしょう。死体は成本さんのオブジェに偽装して隠されていた。白い布をかぶせて、オブジェだと思い込ませていたのです。なんですと？面白い。そう起きやがったか。あれさ、あのステージのさ、裏にあった、なんかあのコスタートって何だったの？あれヒズタートってさ、結局何だったんだっけ？ふざけるな。そうそうそう、そんなことはできるわけがないだろう。いやいやいや、むしろそう考えたらしっくりくるな。できるかどうかはやってみなくちゃわかりませんよ。その流れはもしかして、さあ先輩、私を一発のなるほど像にしてください。どういうこと。この通り私が像と同じポーズをしてますから。え、白い布をかけてその上から思い切り縛り付けるんです。やっぱりか。像、え、布なんてどこにあるんだよ。え、なに、なんかやってみんのか。実際そのなるほど像に見せかけられるかどうかっていう。あの、驚きくん、何やら布の色が話と違うようですが、急に言うからこんなものしか見つからなかったんです。よいしょっと。よし、これで準備 OK だ。お、さあ、いかがです皆さん。私、なるほど像に見えますか。あ、なんかちょっと見えるんじゃないこれ。どこかでただの人だろう。像は胸から上だけでした。なるほど、弁護士言ったら頭のトゲを。あれじゃね、やっぱもっと似せなきゃいけないの。頭のトゲって本物の像は人間よりずっと大きいのに。いや、絶対何か手があるはず。ん？手？万歳みたいなポーズ。手首の赤黒い跡。ああ、なんかそのポーズで、やれば。ちょっとやってみましょうか。ポーズチェンジ、縛り直してください。で、今度はどこをどう縛ればいいの。死体は手首を縛られたんです。きっと偽装に関係あるんですよ。両手を後頭部で縛る。これでどうですか。これでどうですか。そう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 。あ、これぽいねこれ。なるほどさんの髪型っぽい感じがしてきた。それはトゲはできるだろうけど、象の腕はどうするの。なんかのプレイしてみたいな。なんだこれは。後頭部に回したら、木月さんの両手、それで塞がっちゃうじゃないか。あ、だから矢が刺さってたのかな。矢じゃないの、あの、弓矢がさ、木月さん何か忘れてるような気がしない。死体にはあって、今の木月さんにないもの。弓矢だよ。これ。これが、あることによって、どうかな。
そっか、下に刺さってた凶器の矢、あれを私の脇腹に思いっきりぶっ刺してバカかよ無茶言うなよ紐で固定する、とにかく矢を渡してください。これでいいんじゃないですか。どうかな、これで指先で作るトゲトゲしい髪の毛どうよ。これで完璧です。さあ布をかぶせてください。矢をお腹に固定するのを忘れないでくださいね。あーちょっと濃くなったかな。まあまあ腕が短くて変だよし、黙ってなさい。ダメだ、矢じゃ長さがとても足りない。え、そんな、いやだ、えだいぶ近づいたんじゃないのこれ。でもまだ繊維を失うと、その心意気だけは褒めてやる。まだなんかあるの、マジか。やってやろうじゃありませんか。ステージに大志郎先生を三島先生が訪ね、殺された。殺害が計画的なものでないなら、偽装も手近なもので行われたはず。やっぱステージの準備中の写真見せてもらえませんかどうやって見んだよ。どれ、この像に映っていて、いや、きっと映ってる。脚立。あ？はて。これなんだ？あ、これじゃないってか、普通にこれ。これを使ったんじゃないんですか？違った。どれを使ったかって、やべえ、ペナルティーがさ。ちょっと待ってよ、ここに来てかよ。矢より長いもの？今の写真にもありそうだけど。ちょっと一旦法的記録を確認してみましょう。ちょっとここでミスりたくないのでね。ここにも映ってる。あ、そうだね。なんか変な棒みたいのが。あれ、なんか変な棒みたいの映ってるよね。間違いない、変な棒みたいの映ってるわ。これか、なんかちょっと待って、ちょっと刺しにくいんだけど、ちょっと刺しにくいです。これですか。お、マジかよ、ここでゲームオーバーにここでゲームオーバーになるのはちょっと、絶対そうだと思ったんだけどな。死体に刺せて矢より長いもの、この中にもありそう。死体に刺せるんでしょ。え、まさか、まさか、まさかこれですか。これがダメだったらゲームオーバーになるんですけど、これですかね。ちょっと待って、これじゃない、これでいきましょう。見つけた
なるほど。これか。なるほど、その腕になったもの。あなたも持っている、それ。ふざけるな。そんなものがどこにあるというのだ。ふっふっふ、とぼけても無駄ですが、先生の、その杖ですよ。杖なのではない。これは戦士の誇り。な、これ、なんていうの？長槍っていうのこれ。長槍？じゃあ、槍でも構いません。それを貸してください、早く。槍だったんだ、それ。っていうか。これなら長さも十分。なるほど、その腕としても申し分なし。ですね。さあ、先輩。槍の固定もお願いしますよ。はいはい、布かぶせ剣縛り係ね、手慣れたもんだよ。縛った。おー、これはいいんじゃない？これはいいんじゃないですか。なるほどな。見て、なるほど弁護士よ。あれは間違いねえ。なるほど弁護士だ。やった、ノッカー。どうだこれは。はっはっは、はあははは。どうですかこれぞ、伝説の弁護士。なるほど、龍一。放送界を暗黒を振り払い、世に、金色の光明をもたらすのです。金色だ、どう見ても。ピンクじゃねえか仕方ないでしょ、ここにあるのがこれしかなかったんだから。はっ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 はまず笑わないしね、そんな。なるほどさ、弁護士はピンクの時ほどふてぶてしく笑う。どうですか先輩、今の私ふてぶてしいでしょ。うん、悪いけどすごくふてぶてしいね。で、長っ法廷中の反応が何よりも雄弁に結果を物語っているようです。いかがですかな、証人。どうですか、そんなものたまたま似た形になっただけに過ぎぬわ。まあそうかもしんないな。ただいまっと。一郎先生、残念でしたね。証拠ならあるんです。あ、この槍が、被害者に刺さっていたことを証明するには、まあ、血液反応調べれば一発じゃない。刺さってたわけだからね。てか、あと一回でし、やばいでしょ、ミスれないね。死体の傷口は矢を強引に刺したため荒れていたとされています。それがこの槍を刺したせいなら、この槍には被害者の血液反応が残っているはずです。ねえ、間違いない。ぐぬぬぬぬ。裁判長、しばし休廷を。間違いないですよ、これは。手段を選ばぬ、この槍さえ捨て、いや、燃やしてしまえば。何言ってんだこいつ。あ、いいじゃん無罪で。出た、その軽い塗りのやつ。やめれ、そうすれば私は無罪、無罪なのだ。終わりなんだよもう。さあで、果たして今さら先生の教えがまかり通るでしょうかね。さあさあ、傍聴人の皆さん、お手を拝借。一郎先生の処遇どうしてくれましょうか。みんな言うでしょうね。もう無理だよ、諦めなさいよ。もう首でも許されない。お、自分で書きますか、有罪とは。なんだこの葛藤みたいなのは。お有罪ですよ。井上源氏、一路真知は、月の字の推理通りだ。杖から血液反応が出やがった。すべての犯行を認めたぜ。あいつも明日から、俺たちの仲間にさ、囚人どもの教師役にでもしてやら、いいんじゃないですか？ふさわしいんじゃないですか？あの人は。手段を選ばぬ脱獄とか、囚人に教えなきゃいいけど。あの、一郎先生の犯行の動機は何だったんでしょう。へ、あの野郎は歯が折れちまって何を言ってるのか分かりゃしね。そうだね。
結局さ、その、いろいろ分かってないこといっぱいあるよね。あの、道場先生がさ、なんだっけ、あの、賄賂、賄賂に加担したかどうかも、ちょっとよく分かんないし、もっと敗者の囚人が必要そうね。仕方ねえんで筆談させたら、動機は賄賂だと吐きやがった。それ道場先生じゃないのか。報告係からの連絡で、一路に目星をつけた被害者は、殺害当日ステージで作業する一路を問い詰めた。その結果が今回の事件さ。一路の野郎も、厚いと同じく道場のメモで台本の内容を知った。道場の持っていた小道具の千枚通しで刺しちまったことから、状況を台本に似せ、被告人に罪を着せる計画を思いついたらしいな。なるほど。賄賂は、一路先生の、やってたことなんだね。でも、レイ君のメモには、そうそうそう。道場先生の手帳と同じマークが。あの手帳はな、首席で卒業した連中に卒業後も毎年一冊ずつ送られるものなんだよ。え？じゃあ、昔取ったなんとやらだ。一郎も同じ手帳をもらっていたらしい。なるほどね。天才坊主の名前が書かれたメモは一郎のものだろう。筆跡を鑑定中だ。あれも道場が手に入れた賄賂の証拠だったんだろうよ。要するに道場は潔白、賄賂教師の正体は一郎だったのさ。なるほど。それなら筋が通るね。ふむ、教師が教師を殺害し、生徒に罪を着せるとは。放送界の明るい未来は簡単には訪れないのかもしれません。いや、ねえ、もう見ませんでした、今回の裁判。あの三人がさ、頑張ってこう暗黒に対して向かってさ、だからもう、未来は明るいんじゃないかな。ですがまずは、未来ある若者に判決を下すとしましょう。被告人、森住忍さん。はい。だー同じ裁判官を目指す者として今後も成長を続けてください。今の放送界を変えるにはあなた方のような若い力が必要なのですから。はい、いつか必ず皆さんと共に法廷に立てるよう頑張ります。せいぜい、道場正代に恥じねえ生き方を心がけるこった。今日の伊上賢治、いつもより心が穏やかなような。それではこれにて、閉廷。同日某時刻、地方裁判所、被告人第三控室。ココちゃん、本当にどうもありがとう。いやー、よかったね。はっはっはっは、もう任せなさいっていうのは。すごい、もう鼻がビュンビュン伸びてるな、これな。天狗。私にかかれば、何事件の一つや二つ。余裕。余裕なんかあったかな。終始ギリギリいっぱいで。そして、その、驚きさん。ありがとうございました。まさかここで。あはは、どういたしまして。ココちゃんが危ないとき、華麗に助けに入る驚きさんの姿。憂鬱より途方に暮れている私を励ましてくれた、あの笑顔。まるで、森の木々に降り注ぐ暖かい太陽のような、ここでか。とても素敵でした。ありがとう、森住さん。そんな風に言ってもらえて嬉しいよ。でも俺もまだ修行中の身だ。一緒に法廷に立ちたいね、いつか。はい。私絶対に裁判官になります。だから、その日が来たら私、大ニュースですよ。って、あれ？お邪魔でした。いや、まあ大丈夫だよ、多分。それでニュースって。そうそう、学園祭ですよ、学園祭。事件で中止のはずだったんですが。ああ、学園祭か。ついさっき電話が入ってね、じゃあガリウェーブが。死の間際まで熱心に準備をしていた道場先生の意思に報いるために明日特例でもう一日だけ行われることになったそうなんだ。お、いいじゃん。それ本当ですか？やったー。
今日集まってくれた君たちに、そこで弾くんだ。この愛のバラードを捧げるよ。聴いてくれ。恋するギターのセレナード。今のってさ、逆再4の時のあの、あれの、あれの曲だよね。いやー楽しかった。最高だね、学園祭ってやつは。満喫してたな、これな。ふふ、ココちゃん、シオちゃん、ちょっと興奮しすぎだよ。キャー、しのぶちゃんの歌声、しびれちゃう。てか、みんな知ってたのか、女の子ってことは。それに対する動揺はないのか。なるほど、弁護士。実演指導、ありがとうございました。あはは、異議あり坊主なんて、要は勢いだよ、勢い。そうだね、勢いだけでね。やっちゃえばいいんですよ。とにかく、模擬裁判での勝利、おめでとう。厚井さんも、健闘したね。はい、ここにちゃんのおかげで、友情も取り戻せたし、実はこのまま検事を目指すのも悪くないかなって思ってるんです。模擬裁判の負けは、本物の法廷で取り戻してみせちゃいます。ん？模擬裁判での勝利？待てよ。再試合をしてレイ君が勝ったってことは、弁護士クラスのクールな天才と、現地クラス聞いてる。あ、そうだよね。なんかそんなのありましたね。これってつまりそういうことだよね。いや、どうかな。それやめた方がいい。もう驚きさんに心が奪われてるんだぞ。忍さんは。実は君に言っておきたいことがある。この雰囲気はまさか。忍。これからも今までと変わらない親友でいてくれるか。そっちか。あれれ、親友？レイ君、裁判で勝ったら忍に告白するって宣言したんじゃ。ああ、したさ。本当は天才なんかじゃないってこと。本当は25歳、そうだ。25歳なんだ。だけど全部、お前が法廷で明かしてしまったんじゃないか。あのね、レイ君、シシオちゃん、それに、アツメちゃんも、アツメちゃんもいたんだ。私もなのか。いたんだ、アツメちゃん。私思ったの、みんな隠し事があったね。それぞれ。法の暗黒時代を終わらせられるかどうかは、私たちにかかってる。真実と勝利が仲良く手を取り合える日が来るように、みんな一緒に頑張ろうね。ポコちゃんたちに負けないように。そうだね、君たちにかかってるよ。うん。ああ、そのつもりだ。これまた出てきたりすんのかな。このみんな、しししし、親友か。いいもんだよな、やっぱり。そっか、驚き先輩にもいるんですよね、親友が。ちょいちょい出てくるね。なんだよ、その言い方。いるさ、世界一の親友がね。そうだ、事務所の後輩ができたって言ったら、あいつ、会いたがってたな。へえ、私も会ってみたいです。どんな人なんですか？そうだな。一言で言うと、驚き先輩は約束してくれた。近いうち、必ず会わせてくれるって。だけどその約束は永遠に果たされることはなかった。ある事件が先輩と親友の間を無慈悲にも引き裂いてしまった。なんだそれは。そして今や私たちの間の絆さえ揺るがそうとしている。俺、しばらく事務所を離れます。先輩はそう言って出て行った。あの声が耳について離れない。いつも明るかった先輩らしくない。どっか冷たい、あの声のノイズが。驚き先輩、どうしてなんですか。あー、なんだかまだ色々あるんですね。